レッドゼッペリンのブラックドッグライブ版のギターソロの弾き方でございます。レッドゼッペリンのライブ版といえば1973年のライブパフォーマンスを収めた映画強烈のライブ、そしてそのサウンドトラックであります「永遠の歌」The Song Remains the Same というのがありますが、実はこのブラックドッグはそのサントラ版には収録されておりません。1973年の実際のステージでのセットリストというのはロックンロールから始まりまして、2曲目はセレブレーションデイ、そして3曲目はブリングイットンホームの引っ掛けからブラックドッグへ続くという、この怒涛の3連発というのが、オープニングでございました。映画強烈のライブではロックンロールが終わるといきなりブラックドッグになります。というわけでこのブラックドッグのライブ版というのは映画のバージョンでございます。映画のブラックドッグは少し曲を短縮しておりますね。ちなみに2003年に発表された DVD に収められているブラックドッグはこの映画とは別バージョンでございます。さてギターソロですね、どっから行きましょうかね。あー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 っていうのが来て、ジョン・ボーナムのドラムがタタってきますんで、その後からダダダダダン、そして A のメジャーですね。ここ非常に速いしリズムも難しいですが、最初この5弦の開放の A を鳴らして、そして4フレットに滑りますが、この時はアップピッキングになりますね。そして、ここまで来て、中指が6フレットまで、3弦6フレットまで行って A ですね、 A のメジャー、そして開放をダウンで鳴らしてまたアップで、で3弦の5フレットで、という感じになります。こうなります。まあ、いわゆる Am のペンタトニックスケールです。ブルーノートの音を入れてるんでしょうか。ここのクロマチックと言いましょうか、半音、ジミー・ペイジこのエリアが大好きでございますね。この乱奏法もアップからいった方がいいですね。ピッキング全部した方がいいんですが、まあここはプリングするようなイメージ。最後は G のところで終わります。3弦の12フレット、そしてまた速いフレーズが来ますね。今度はこっちのブロックに行きます。半音上げて、そして加工していきます。2弦のここら辺は速くてさっぱり何弾いてるか分かりませんので、ポジションで勢いをつけて、まあ、なんとかごまかしていただきたいと思います。まあ、この辺のペンタトニックスケール で、
といきます。そして次はハートブレイカーなどでも出てくるジミーページ得意のリックですが、いわゆるメジャーからマイナーのペンタトニックに行くというですね。そしてジミーページがよく使う、でいきますけども、このこれよくわかりませんが、おそらくセブンスのコードを弾いてるんじゃないかなと思いますね。ピッキングはダウンとアップです。ポジションは9フレットを人差し指で制覇して1弦から3弦ぐらいまでですかね。そして、まあ、薬指あたりで、中指でもいいですけども、薬指あたりで1弦の10フレット、このセブンスのコードですね。そして今度は12フレットの制覇で1弦は13フレット、このセブンスで言ってるんじゃないかなと思います。まあ、ディミニッシュとかなんかわけのわからんのもありますが、まあおそらくジミーページの頭の中ではあの、まあよくロックンロールとかでもありますんで、こんな感じで言ってると思います。そして上昇していくということですね。ジミーページしょっちゅう使いますんで。そして1弦の16フレットを2回で、あとは半音で下がっていくと。音使いが面白いですよね。ここがメジャーになっていきます。そしてメジャーのメロディーを奏でると。この解放がミソでございますね。またマイナーに、この辺はハイポジションなんで非常に難しいです。そしてこうストラミングと言いましょうかね、なんて言いましょうか。そして、また A マイナーのペンタトニックを、無茶引きいたします。そしてまたあのこの辺はね、最後、ジョン・ボーナムとの決めがありますね。かっこいいですね。で最後締めますね。 G です。これビートル G かな、この2弦の開放が鳴ってるかなっていうのはちょっと分かりませんがね。4弦の9フレットと2弦の8フレットで半音ずつ上がっていきますね。そして D のポジションですね。で、というわけでブラックドッグライブ版のギターソロでございましたが、これはスタジオ版とこのライブ版というのは、全く違うものという感じがいたします。スタジオ版は非常に作り込んで緻密に作ったと言われておりますが、ライブでこれを再現するのは非常に難しかったとメンバー自身も言っていたというくらい難しい曲でございます。これジョン・ポール・ジョーンズがアイデアを出したと言われておりますが、まあ、大元はあのフリートウッド・マックのオー・ウェルという曲を参考にしたと言われております。ジョン・ポール・ジョーンズはベーシストですので非常に緻密に作ったと思いますが、まあ、ジミー・ページはまあ何て言いましょうか、そこまでこだわって作ったとは言えないかなと個人的には思っております。
ジョン・ボーナムに至ってはただの4拍子でございますので、まあね、それがゼッペリンでございます。どちらにしてもこのギターソロ、ジミー・ペイジの非常に流暢なギターソロが弾ける素晴らしいパフォーマンスでございます。ちょっと再現するのは難しいですね。というわけでございました。まあ私も含めて頑張っていきましょう。また会いましょう。 See you next time.